ののです。大根の選び方、使い分け、そして保存についてお伝えします。大根をね、買ってくるときに見分け方としてはね、やっぱりこう白っぽいところを見て、ツヤのあるようなものと傷が少ないようなものですよね。傷っていうのはちょっとクレーターみたいな感じで、ポツポツみたいな感じになっています。で、そういうところを見分けていただいたらいいんですけれども、大根のね、葉っぱもね、炒め物にしたりするととても美味しいんですよね。でも今、葉っぱ付きでね、流通されてるものっていうのは少なくなっているんですよね。それは大根の性質にもよるんですけれども、やはりね、水分が蒸発してきますので、収穫したらこれぐらい、まあ、10センチぐらいですね、そういうふうに落として、流通されてるんですよね。なので、どちらがいいかって言ったら、葉付きのものであれば、お料理にそちらの方を持っていきたいなって思う方は、まあ、葉っぱをね、ついてるものを買っていただけたらいいなって思います。それではね、1本の場合の保存の仕方をね、お伝えしますね。まずは先ほどお話ししたように、この上は切っていただきたいんですね。で、このようにして、ここ使いますのでね、青みとして使っていただけたらいいと思います。まずここに置いておきますね。そしてここからなんですけれども、やはりね、この重量感があって、それからものすごく場所を冷蔵庫の中でも取るんですよね。で、この1本を買ってきた時に、さあどちらから使うかっていうことになるんです。下の方を使っていこう、上の方からすりおろそうとか、いろいろ考えるんですね。これはね、メニューによって、用途によって、全く味が変わってきたりとか、大根が一番その傾向があります。なので、この1本っていうことになると、まず買ってきたら葉を落とす、そして真ん中あたり半分に切りましょう。このように切ってくださいね。切ると割と小さい感じに思うんですね。小さいというか、量が少ない感じに見えるんですね。人間の視覚って面白いので、こんな風に、これこんな、どれをやって使うの、この1本って思うんですけど、こんな風にするとね、あら、なんか使えそうみたいな感じになるんですね。で、そしてこの上側の部分はすりおろして、大根おろしなんかに向いていますね。甘くて、そして柔らかくて美味しいんですね。で、こちら側は半分以下のところですよね。半分から下、こちらはね、煮物とか、それからお味噌汁の中に入れていただいたりね、つまりは調味料をつけていただくと美味しく食べられるところの部位なんですね。なので、どうするかっていうと、こんな風にして、ある時はちょっとだけすりおろしに使おうかな、これだけ、もうこれぐらいになってきましたね。あとはお味噌汁に今日は使おうかなっていう風にして、こちら側を使うっていう風にするとね、案外1本買った大根もなんだか早く消費することができるんですね。メニューが増えるっていうことになります。このようにして、まず半分に切ってください。その後は、いつも保存の時にはこのペーパーをよく使うんですけれども、皮がついていますので、この切り口だけにこういう風に当てていただいて、そしてビニール袋の中に入れていただきます。やりにくい場合はこんな風にして、こんな風にして、あんまりね、きちっとやってもらわなくて大丈夫なのでね。そしてこの葉っぱもこのようにして、同じ袋の中に入れていただいて、ここもピチッとしないで、ふわっとして、このまま冷蔵庫に立てていただいてもいいですし、寝かせていただいてもいいので、このように保存していただくのがいいと思います。先ほどまではね、1本の大根の選び方と保存の方法をね、お伝えしてたんですけれども、今やね、人数が少ないご家庭とか、一人暮らしとかっていう感じで、なかなか1本買うっていうことはないんですよね。生徒さんの中にも、1本なんてね、買いませんとかってね、よくおっしゃいます。で、このようにね、切り分けられているものをスーパーなどでね、売られているような形状っていうか、大きさだったりとか、それを並べてみたんですけれどもね、これ1本を切り分けたんですけども、さあどの部分を買いますかっていうことなんですよね。で、先ほども用途別に使うところがあるんだよっていうふうにお伝えしました。下の部分では煮物だとかお味噌汁、上の部分では
サラダとかすりおろしとか、それからおなますなんかに使ってもらうと柔らかくて美味しいんですよね、甘くてね。ということで、この切り分けられたものもね、ただただこれぐらいでいいや、この3センチぐらいで4センチぐらいでとかって見るんじゃなくって、あ、私は今日はサンマのすりおろしの付け合わせに大根おろしよっていうのであれば、このような上の部分、そしていやいやお味噌汁とか煮物に入れたいなって思うのであれば、この辺り下の辺りからこの辺りを買われても大丈夫なんですね。要するに自分が何に使おうかなってまず考えて選んでいただくのがいいと思います。もちろん先端をすりおろして、この部分ですね、すりおろしてはいけないっていうことはないんですよ。ここもね、それなりにちょっとピリ辛とはしますけれども、ここが好きだ、すりおろしで、大根おろしでここが好きだっていう方はもちろんいらっしゃいます。いろんなものがあるので、このように少量を買う時も試してみるっていうことをおすすめします。保存の方法については、先ほどの1本と同じようにペーパーにくるんで、そしてビニール袋の中に入れて、そしてキュッとしない、このままでいいので置いといてください。冷蔵庫の中で保存していただければいいと思います。試してみてください。